皆さんどうもこんにちは。おなじみスーパードクターのうぷ主のミーです。免許は当然持っていません。患者さんを運ぶときはこんな風に運んでます。霊夢です。廊下に何も置くな。やぶ医者どもの監視役、マリサだぜ。ということで本日も、いろいろな症状の患者さんを治療していきたいと思います。治療どころか余計悪化させてるんですけど、時々ミスります。それでは早速診察を開始していきたいと思います。先生、どこもかしこも痛いんですけど。手遅れかもしれません。まだ何も見てないのに。うん、心臓は止まってませんね。そりゃそうだろうよ。心臓も大丈夫、どこが問題なんだろう？そうねー。勘違いだと思いますね。一定診察。ただの勘違いだったみたいです。プラシーボって怖いわよねー。おいおいマジで勘違いだったのかよ。うわぁ、このおっさんなんてもん持ってんだ。安心してください。決して足を切るためのものではありませんよ。石膏じゃなくて生足を切りそうで怖すぎる。いかんせんこういう作業は初めてでして慣れなくてね。もし手が滑ったらまた石膏で固めますね。それで足がくっつくか。慎重に慎重に、手の震えを抑えて。何かに固定しておけ。よし、うまく切り込みを入れたぞ。ここからお得意のハンマーを使うわ。足殴ってるそれ足おっとごめんなさい。ちょっとこのハンマー重たくて。膝もダメー。治ってるか確認よ、確認。今日はどうされました？爪がなんか腐ってしまったんです。どうしてこうなったの？爪が腐っても大丈夫。磨けばすぐに元通り。うちはネイルサロン並みの施術も可能ですからね。本当にこんなので治るのか？ほらほら、どうよ、綺麗じゃない？まあ確かに表面は綺麗になってるな。やったー、ありがとう先生。爪は常に清潔にしてくださいね。もう腐らせるなよ。すごいパワーワード。頭がフラフラしてて。これはひどい。相当激しい試合をしたみたいですね。歯も恐ろしく切ったねーし。これは試合に関係ねー。普段から歯磨きをしないと歯茎が弱っていきますから歯が抜けやすくなると歯磨き粉の CM で言っていたような気がします。素人にやらせて大丈夫か。おお、見てよ、この真っ白くなっていく歯を。勢いで施術しちゃっても平気だってことね。平気ではない。この患者さんは頭に傷ができちゃったみたいなので、この状態から元の状態に戻します。え？元の状態？悩み無用、これで安心。植毛までできんのかよ。怪我を治すだけじゃなく、しっかり見た目も治します。お前ら、何でもやなんてレベルじゃねえぞ。やっぱり何事もやってみないとね。失敗しても平気だし。患者は平気じゃねえがな。ちょっと先生、ダイエットするから心拍数測ってくれない？診察料として2万円いただきますからね。ぼったくりにも程がある。はい、これで思う存分運動してください。この状態で好きなようには動けなさそうだぜ。さあ走れ。ほらほら、そんなもんじゃ足りないぞ。走れ。急なスパルタ。イエーイ、ヘルシーよヘルシー。こんなんでいいの？今度は喉が。あらら、これはどうしてこうなったんだか。とりあえずレーザーで焼き払っておきましょう。とりあえずレーザーを使うってすごい病院だな。そこは正常だー。というのは冗談で、こっちも取っていきます。レーザーでなんとかなったわね。これで不快感はなくなったでしょう。もう来なくてもいいですからね。優しくしてやれ。なんだか耳が痒くてたまらないんです。ああ、こうなってしまったらもう綺麗さっぱり治ります。治るんかい。まずは洗浄して耳の中を綺麗にしましょう。ゴロゴロいろんなもんが出てくんな。相当耳の掃除をサボっていたみたいね。掃除もしすぎも良くないけど適度に掃除はしてくださいね。イエース。ああ、大変だ大変だ。どうしました？菌を培養していたんですけど、予想以上に増えすぎちゃって。それは大変だ。急いでそこら辺の患者に移そう。とんでもないこと言い出した。ひとまず一匹ずつ駆除していきましょう。そうだ、焦って撒き散らしたりしたら大変だ。こいつ、育ちすぎている。急いで対処しないと。菌よ、沈まれー。なかなかにしぶとい危険なやつだったわね。ふう、なんとか食い止めたぜ。どうしよう、こんなことやったことないぞ。大変だ、研修医の先生が困っている。相当動転しちまってるようだ。先生、落ち着いて、瓶を叩くだけですよ。患者よりやべえぞ。あれれ？手が震えて、僕どうかしてますよ。これも経験、先生、歯を食いしばって。よし、あとはこの薬を気分に入れるだけ。そうです、ゆっくり注入してください。この先生に治療させるのは怖すぎる。ここから先は我々がやりますからもう大丈夫です。
ここまでやってくれたらあとは適当な場所にぐすりとね。こいつらに任せるのも怖すぎる。やれやれ、新人さんは経験不足だから仕方ないね。お次の患者さんは背中ね。やったことないけど頑張るわ。お前らも新人みたいなもんだろ。これでよし、あとは薬を塗って安静にしてくださいね。先生、どうもありがとうございます。塗り方雑。大げさに塗った方が効くかもしれないからね。おいお前、先生方に感謝しろよ。クソ偉そうじゃねえかこの研修。ふざけてないで早く手当てしてあげろ。すいませんね、うちの研修医が。どうやらこの患者さん、仕事中に頭を強く打ったみたい。うん、これだけ反応があるなら脳に損傷はなさそう。患者で遊ぶな。膝かっくんも問題なし。念のため、仕事は休んで自宅で安静にしてください。しれっとスネぶん殴ったぞこのヤブ医者。皆さんどうもこんにちは。ミーフットクリニック委員長のミーです。噂の美人ナース霊夢よ。は、耳の次は足かよ。まったく何でもやるヤブ医者だ。あらヤブ医者なんて失礼ね。うちの委員長は免許はないけど愛想はあるのよ。だからヤブ医者だろうが。ということで今回は足を怪我してしまった患者さんを、このスーパー初心者ドクターが綺麗に治療していきたいと思います。今回もやらかすんだろうな。少しショッキングな治療シーンがあるので、お食事中の方は気をつけてくださいね。それじゃあ早速患者さんを迎えましょう。患者さんは幸薄そうな男性と悪魔のような女性です。すげえ失礼なナースだな。それでは悪魔のような女性から見ましょう。壊滅的な足だな。先生、こちらのくっそ汚い足はどうですかね。ああ、本当にくっそ汚いね。ただ罵倒してるだけじゃねえか。とりあえず熱を冷ましましょうか。そっち。それとこの女性はここへ来る途中に針山を歩いてきたみたいですね。なんで自分からわざわざ悪化させてんだよ。私の足。綺麗。ものすごく汚いです。そりゃあもうどうしようもないくらいに。お前これが口裂け女だったらぶっ飛ばされてんぞ。あ、氷で冷やしたら足の腫れが収まりました。次は注射を刺しまくるわよ。ちょっと足に注射なんて聞いたことないわよ。そりゃあまあ、極秘でやってますからね。誰かこのヤブ医者捕まえてくれ。なんでこういう系のゲームって必ずと言っていいほど、注射を使って吸い取るんだろうな。ついでに歯の治療もしちゃいますか。足に使ってる注射器を口に入れるなぁ。足だけじゃなく歯も一緒に綺麗になれるわよ。あ、ついでに耳も治療しますか。どんなスーパードクターだよ。よしこれで注射器での治療はおしまいね。あとはほっといたら治るからこれで終わり。トゲを抜け。え、歯を抜けって、誰が歯を抜けなんて言ったよ。なになに、スマホで足をさすれって。スマホを振ってトゲを抜くんだよ。スマホを使ってトゲを抜くなんて新しい方法ね。へぇ、スマホを使えばトゲが抜けるのね。これで全てのトゲが抜けたので次の治療に移ります。医師でかかとを殴るのね。了解、誰が怪我を悪化させろって言ったよ。摩擦で皮膚をえぐり取っていきます。あ、石のおかげでかかとが綺麗になったわね。これ以上の施術は無理だ。次行こう次。これまた女の足とは思えねえな。ひどい、そんなこと言うなんて。ちょ、ほらマリサがひどいこと言うから泣いてるわ。まったく泣いてねえじゃねえか。てか目の焦点合ってねえよ、怖えよ。あまりに自分の足が汚すぎて呆然としちゃってるんだよ。こいつは今まで裸足で生活してきたのか。仕方ないわ。足の裏だけじゃなくて甲も特別サービスで治療してあげましょう。サービスとか言って法外な治療費請求するのが見え見えだぜ。絆創膏1枚1000円よ。安いでしょ。高えよ、何箱も買えるわ。足の指から針金出てる人初めて見たよ。針金使いたかったらここから抜いて使うといいよ。これ毛だろ。あらなんか鏡に見知らぬ女の顔が。いえいえ、見知らぬ女です。楽しそうだな。私ができることはここまでだ。それじゃあ最後にネイルケアとフットスパをしておしまいよ。ここの病院そんなサービスもあんのか。傷を治すだけじゃなく術後のケアもしっかりするわ。なんだよダメな病院かと思ったら結構いい病院じゃねえか。うわぁ、ひどい状態の爪だね。このネイリスト霊夢ちゃんに任せなさい。どうよこの仕上がり。さすがは自称ネイリストだね。自称ってことは本物のネイリストじゃねえのかよ。さあ最後はフットスパをしてあげますからね。やったぁ、楽しみ。なんということでしょう。あんなに汚かった足が、匠の手によって蝶が舞い踊る庭園に変わりました。これには依頼人も思わず目にトマトを入れてしまいます。思わず目にトマト入れるやつなんか聞いたことねえよ。こちらに依頼して本当に良かったです。そう言ってもらえて私も何よりですよ。肝心の治療代ですが2000万です。じゃあはい、続きまして幸薄そうな男性よりもイケイケな女の子を治療したいと思います。絶対あの人次だってドキドキしてたぜ。あのおっさんはそのうち治療しましょ。それじゃあ治療しますよ。あたしこれからデートなのよ。なるほど、デートだからこんな足で行きたくないと。
安心してください、当院なら術後のケアまでしっかりしますから。あら本当に、嬉しいわ。とりあえずトゲを抜いておきますよ。悪いけど急いで行かなくちゃいけないから早くお願いね。もちろん、早い安いうまいでやらせてもらいますね。ここは牛丼屋か。細かな治療はまた次回やるので今回は適当にやりますね。わざわざ言わんでいいわ。でも大丈夫、これならデートに行ってもおかしくないわ。傷を隠したな。バレた。指の毛は草を生やすことで目立たなくし、傷はひよこが可愛くカバーしてくれるよ。うわぁ、可愛くなったわ。これで今日のデートは大成功よ。足には草とひよこ、顔面にはでかい蝶。デートが失敗する要因しか見当たらねえ。で、今日の治療代は500億。そんな額の治療代聞いたことねえよ。